これが統計の これは有名なクラックタワー。クラックタワー？ちょっと行ってみようよ、せっかくだから200円だけでね。せっかくにいるからさ、ちょっと行ってみましょう。こんなつまらないの荷物はどっか置いていいかその辺で。で、あれ忘れちゃったみたいなちょっとクラックタワーに入ります。なんかホームアローンみたいの家。あ、すいません。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってくださいね。あ、多分の歴史的な感じだったね。すごい。ちょっと外はあれだけど、中入ったらすごい。うん。これ昔こんなんだったね。進化して、うん、学校だったの、ここ。そうなの？どこで書いてあるの？わかんない。学校みたいな。あの、そうそうだけやめてくれないちょっとなんでこんなになるのか、ちょっと私今度調べてあげます。わさわさ東京からここへ。コンピューターすごいね。ちょっと、あ、学校だったね。もう学校。うん。うん。昔これだったんだね。うん。うん、で、なんでそうなっちゃったの？あ、これだけ残されたのか。農学校、学校、農家、学校だよ。札幌農学校だから農家の学校じゃん。農業、アグリクルチャリス、アグリクルチャルスクール。で、もうこれなくなってこれだけを残ってるんだ。で、あ、じゃあ謎解けちゃったね。なるほど。学校なんだ。じゃあこれ、あ、生徒たちじゃん。生徒たちの生活。これ。今のジャガイモ育てたかもしれないよ。札幌のジャガイモ美味しい。すっごい綺麗な、見て。英語じゃん。英語じゃん。インペリアル、やっぱりね。北海道インペリアルユニバーシティなんだ、昔。うん、小学校ないじゃないよ、大学です。え、これで当時の豪華なの？鹿の贅沢じゃない？これも釣ってたの？鹿の、鹿も釣ってたの？鹿？鹿書いてあるじゃん、鹿もね。そうだ、鹿じゃん。鹿もじゃね、鹿ばっかだね。鹿だ。鹿いっぱいじゃないの、多分のとこ。私も食べてません。すごい。なんかすごいタイムス、またタイムスリップだね。ちょっと行ってみよう。上すごい、来てよかった。うん、
外はね、あんまり興味なかったけど、何なんだみたいな。でも私、こういう好きよ。歴史の残ってたもの、私好き。こんな感じだったんで、小学校の。うん。小学校こんな感じ。おはようございます。では、今日の先生、紹介したいと思います。すごいね。はじめまして。南の国から来ました。人権先生です。よろしくお願いいたします。高いところから北海道って寒いですね。すごいやってて、あなたは先生だったの？あなた誰ですか？誰ですかね。だってすごいも見て、5箱年前だよ。5年だと1878年じゃん。18、19、20、21、4箱年。なんで今2200年？今2022年です。18、19、20、220年前ですね。もう全然数字分かりません。失礼としました。150年ぐらい。うん、この人ドクター・クライク。クライク先生。ああ、なるほどね。ケミス、ソロジー、ボタニック、ナチュラルサイエンス、先生。はじめまして。クライク先生。わ、すごいね。触っちゃおうか。触っちゃうと止まるの。これだったんだ。丈夫だね。丈夫そう。すごいね。あ、じゃあ要するに外じゃな、外の時計じゃないんだ。この時計だったんだね。ああ、そうかな。そうでしょ。だって外の時計、あれ意味ないじゃん。あれかなと思ったのよ。ちゃんとあって、これじゃん、ホーワードの。これだったんだ。やっぱり中にいる、あの中に入らないと分かんないんだね。あの外の時計じゃないよ、この時計だった。ナソがあれかなと思ったの。私これ私これかなと思ったの、違うんだね。そうじゃない、あれだったね。でこれはもともと学校だから、あ、上行けるのか、ここは生きるのかな。あ、これが時計なんじゃないの。また違うのか。あ、入れません。何これ、死んじゃったか。入れないじゃん。え、もしかしてここ自殺してないんだよね。ねえ、見てここ、森本の意味何。
僕もその働きすぎに対してもっと休みなさいって Ask not rest more。 何なんだ、なんかここで自殺してないよね。自殺してないよ。働きすぎだからもっと休みなさい。ああ、なるほどね。びっくりした、そこで首吊ってかなと思ってた。あのこの人 いたじゃん、あのそれ大臣、昔の大臣、うん、昔のそれ大臣、アメリカ、何がアメリカ、日本ですよ、これ。それ大臣、昔の誰だっけ、あのなんだっけ、あの